んで、こちらの HKS さんの WRX-S4 何点でしょうか。なかなか難しい車持ってきたね辛口しづらいんですか四駆で重いんだよ。うわなるほど。だからどう曲がるかなって感じ。この車はですね、あの自動車チューニングパーツメーカー HKS さんが作りまして、はい、今日 HKS の近藤さんにお越しいただいております。近藤さんお願いします。 HKS の近藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ何やってあるんですか。そうですね、あのマフラーと、うん、車高調整式のサスペンション、はい、であとコンピューターノーマルなんですけれども、純正コンピューターでの範囲内でブーストアップを施してあります。じゃあ近藤さん、この車のカスタムのテーマをちょっと発表してください。はい、はい、じゃあ、こちらになります。じゃん。普段使いの走りを気持ちよく。あー、なるほど。これでも気持ちよくの、はい、例えば土屋さんね、こういろんな種類があると思うんですけど、うん、これ何がいいんでしょうね。そうなると、まあ、一番で言えばだよ、フォードは以上のものは家族がどう思うか、うん、あー、なるほど、うん、だからそのドライバーだけに専念して車を作るとスポーツカーになるじゃないですか、はいね、はい、ツードアクーペだと別に嫁とか彼女が文句言おうが、はい、これはスポーツカーだ、うん、だけどフォードアってなってくるとこれ家族が乗るから、そうっすか、そうか、だから乗り心地が重要になってくる、はい、あとは羽、はい、あとはこれ車高どのくらい落ちてるんですか。ほぼ前後3センチずつ、ね、3センチずつだから極端に落としてない、うん、だからストロークも取ってある、はい、そういう意味では、まあ、ファミリー向けのスポーティーカーに仕上げたんじゃないかなと。うわ、ファミリー向けスポーティ ー、 ーその辺な感じなんですかね。喋ろうとしたことすべてお話しいただいたすいません、なんか僕の質問が全部奪ってしまうみたいな感じで、もともとノーマルが、あの先代は結構イケイケな WRX 車だったのが、今回ジェントルな、まあ、さっき千田さんおっしゃったようにちょっと重たい車になっていたので、うん、まあ、その中でちょっとプラスアルファして、あの運転手お父さんは気持ちよく、うん、でも乗られるご家族はまあ不快感を得ないようにってとこを狙ってみました、うん、すごい。なんかここ見てポイントとかありますか。ここ見てくださいみたいな。そうですね、ついてるパーツがあまり見えるところないんですけど、見えるところなかった。見えるところだとマフラーですから。あ、じゃあちょっとマフラー見ます。マフラーだけ見ますか、ね、はい、見た目は派手なんですけど、また HKS さんのこのかっこいい感じ。綺麗。したんですか。タンですね、テールがチタンで、シェルはステンレスです ね、 ね、なんかかっこいいよね、うん、かっこいいです、めちゃくちゃ、はい、これだけ見てるとファミリー感見えないですよね。見えないんですよ、後ろだけ見てたら、ね、そうだね、はい、ですけど、あの、まあ、この見た目でその 音もその大きくしてしまう、さっきの、 そのノーマルよりは出てますけど、うん、抑えめにしてあります、はい、すごいっすね、技術が詰まってます ね、 すごいですね、本当に。じゃあ続いて、ね、土屋さんに乗っていただいて走行チェックをしていただこうと思うんですけど、はい、了解、よろしいですか。はい、はい、じゃあお願いいたします。はい、行きます。さあ続いて HKS です。
がいいよ。まあ、SKS のライトチューンとしては、いいところに来てるよね。足もしなやかで、しっとりしてて、ミニカーとしては、スポーツでもあって、だけどゴキゴキしないっていうね。土屋さん、いかがでしたか？おかえりなさいませ。まあ、WRX 自体が、うん、この、まあ、1個前はもっとこう硬かったのね、はいはい、でこれになってから割とこうしっとり感が出てきて、だからしっとり感を残したまま車高を落としてんだなっていう、うんうんうん、だから家族も不快ではない。おで、やっぱり車高3センチしか落ちてないけど、はい、やっぱ落とした方がかっこいいしね。まあ確かにね。で、音も心地よいし、まあ、だからファミリーのスポーティーセダンとしてはいいと思う。おちゃんとかっこいいお父さんっぽい、うん、ジェントルマンな感じありますね。もうだから家族にも文句言わせないぞっていう乗り心地。あらいいいいいいコメントばっかりですね。いいコメントばっかり。なんか CVT がいまいちだね。あ、これ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 よ。ね、うん、これよ。俺は落としてんだけど落ちないんだよ。だからまあそれはもう HKS の問題じゃなくてスバルの問題なんだよ。いやいやもうどこにもフォローしづらいなコメントが。だったらバドルつけるな。どこに行ってるか分かりません。はい、どこに行ってるか分かりませんけど、ね、オートまでいいじゃねえか。誰に言ってるか分かりませんけどね。はい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 、はい、じゃあですね、そろそろ判定に参りたいと思うんですが、はい、土屋さん10点満点でこちらの HKS さんの WRX-S4 何点でしょうか？まあスバルの問題もあるけど、まあ、家族はこれで満足できるだろうなっていうところで、はい、9点。おお、高い。いや、ね、これ普通ね、車高を落とすと割と跳ねるの、はいはいはい、跳ねたり不快なこう突き上げが来るんだけど、ストロークもちゃんと取ってやる、うん、だからそういう部分では、そのなんだろう、スポーティーセダン、はい、にしてるんだろうなっていう感じ。うわーすごいわ。え、近藤さんどうですかこれ9点。いや、めっちゃ嬉しいですね。ねえ、はい、10点中9点ですよ。いや、だってこのマイナス1点はっきり言ってスバルさんの問題になってますからね。言っちゃった言っちゃった言っちゃった落ちねー。言っちゃった。もうまあでもそうですよね。でも本当に WRX を買ってこういう風にして乗ってたら家族も気持ちいいだろうな、お父さんも気持ちいいだろうなっていう感じ。うわすごい、ね、ちょっとそういう車を作りたいなっていう方は、うん、HKS さんにご相談していただくといいかもしれませんね。はい、では以上辛口愛車チェックのコーナーでした。改造車買取専門店改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。